こんんばは入山明子です10月2日土曜日入山明子の「つれつれ日記」今日は「つながる土曜日」朝は「まきまき歌の講座展それから「お元気ですか入山明子です FM チャッピーそして夕方からは浅草の音の養老堂さんで配信ライブを行う一日。 皆様ととチャットででももつながることもでき、楽しく歌わせていただきながら歌う喜びを感じる一日でしたさあそれでは昨日の Facebook 有楽町で会いましょうの収録に行ってきたその報告のところにいただきましたお返事に返させていただきます。 一番乗りは小田切隆夫さんでした。お疲れ様でした。やはり有楽町でしたね。放送は11月でしょうか。楽しみです。おやすみなさい。森康代さんです。今日も有楽町まで早く観覧できるようになったらいいな。放送日を楽しみにしております。雨風の強い中、お疲れ様でした。おやすみなさい。とあります。ありがとうございます。中垣さん、こんばんは。素敵ですね。お疲れ様でした。 おやすみなさい。またな。沖島しまはるみさんです。あきこさん、こんばんは。今日も無事に収録。お疲れ様でした。明日も元気に笑顔で舞い上がれますように。人生七曲がり。ギリと情けと愛を乗せて。フレーフレー、頑張れ。おやすみなさい。ブラジルからありがとうございます。柴谷とみこさんです。毎日頑張ってるあきこちゃん。 人生七曲がりと一緒に明日も元気で楽しい一日をギリと情けと愛を乗せてと。長塚雅彦さんです。あきこさん、今日も一日お疲れ様でした。有楽町で会いましょう。楽しみにしていますね。今夜もゆっくりおやすみなさい。まあ、さんとあります。ありがとうございます。加藤敦子さんです。あきこさん、こんばんは。大雨の中、有楽町での収録お疲れ様でした。 放送を楽しみにしています。まだ無観客での収録、早く観覧したいですね。明日も元気に笑顔の一日になりますように。おやすみなさいってあります。加藤兼久さんです。愛子さん、こんばんは。今日は有楽町での収録お疲れ様でした。大雨で強風が吹く中、中車の運転大変でしたね。明日は台風一過で暑くなるようです。明日も良い日になりますように。おやすみなさい。 ありがとうございます足立さんですお疲れ様でした今月もよろしくお願いいたします内山さんです入山さん熊本のキャンペーンに各ラジオ局へのゲスト出演と連日お疲れ様ですこちら山口県西部の10月初日の今日は蒸し暑い晴れの1日となりました今月もいい月そして明日もいい1日でありますようにそれではおやすみなさい 金崎真希子さんです。秋子さん、こんばんは。今日も一日大変お疲れ様でした。とても素敵なドレスですね。よくお似合いですね。毎日お忙しいスケジュール、嬉しい悲鳴ですね。こちらは相変わらず暑い日々で春らしくありません。でもいつも前向きで頑張りましょうね。人生七曲り、大ヒットを願って、良い夢を見て、おやすみなさい。ファイトとあります。 奥谷さんです。色っぽいですね。とありますねえ。柴谷とみ子さん、今日も楽しいな。人生の生がり車で聞いてるよ。って書いてくださってますね。ありがとうございます。さあそして。 元橋照司さんです。あきこさんおはようございます。日本放送 J コム有楽町で会いましょうの収録お疲れ様でした。今日もお体に気をつけてお過ごしくださいとあります。嬉しいです。満月照夫さんです。昨日もあこちゃん忙しいスケジュールをこなしてお疲れ様。中山さんの番組無観客見に行けなく残念ですがお疲れ様でしたとあります。早く そうですねいつも皆さんに応援来ていただいてた頃に戻るといいですね松崎さんですおはようございます収録お疲れ様でした塩田さんあきこさん10月2日のオッハとあります明るいです西山秀子さんですおはようございますお疲れ様でした今日も笑顔で頑張ってくださいねとあります田中さんです今朝も CD 人生七曲がり、ギリと情けと愛を乗せてを聞きながらスタートいたしましたよ嬉しいです林田幸子さんですスタンプをくださいましたありがとうございます吉村さんもビューティフルスタンプですさあそして牧野秋道さんです皆さんこんにちは昨日は台風の中テレビラジオの収録お疲れ様でした今日は FM チャッピー楽しく拝聴させていただきながら車庫にたどり着きました 明日は岩崎電気新曲キャンペーン楽しみにしています元気笑顔で舞い上がれ嬉しいです柴谷とみこさんですこんばんは今日の生配信最初から見てコメントがうまくいかなくてイライラ途中で画面も消えてしまいせっかく一番に北海峡を歌ってくれたのに嬉しいコメントを打ちたかったのに飛ばなくて最悪でした CD と今日のあきこちゃん紫衣装の写真も欲しかったのに <laughs> 泣かれてますね えー、多分このフェイスブックとか違うアプリから飛んでしまうと再ログインしないと書き込みができないので YouTube のアプリから入ると間違いないですねさあ土江さんですスタンプをくださいました高橋さん頑張ってくださいねさらなるご活躍を期待してますといただきましたありがとうございますさあそして ブログのコメントを読ませていただきますね。とみちゃんです。今日も忙しい一日、お疲れ様でした。毎日スケジュール忙しくなってきましたね。私たちはあきこちゃんが見れる回数が増えて嬉しいですが、あきこちゃんは健康に気をつけてくださいね。それだけが心配です。今日の FM チャッピーでコメントを読んでいただきありがとうございました。 リクエスト好きのトみちゃんこれからもどんどんしちゃうねとありますそうですどんどんリクエストくださいね私もすごく嬉しいですさあそれから森沢さんです江島さん皆さんこんばんは昨日はラジオテレビの収録お疲れ様でした今週は移動が多く忙しいと思いますがお体に気をつけて頑張ってください 今日の FM チャッピーではリクエストのコメントをお読みいただきありがとうございます。そして浅草養老堂のライブ素晴らしかったです。明日の坂東市の岩崎電気さんのキャンペーンも楽しみにしています。元気に笑顔でご活躍ください。人生七曲り、義理と情けと愛を乗せて、対岸成就大ヒット間違いなしとあります。嬉しいです。K 石田さんです。あきこさん、こんにちは。 FM チャッピーでアきコさんの曲たくさん聴けてよかったです。また皆様の心温まるメッセージ嬉しく思いました。新曲発売でますますお忙しく活動されておりますが、どうぞお体を大切になさってください。嬉しいです。ありがとうございます。新潟さくらさんです。おはようございます。無事収録を得られて何よりです。今日は FM チャッピーで酒で聴けるといいですが、 今月号のソングブック、入山明子さんのことを掲載されていましたね。昨日も事務所帰り、1時間だけボックスへ歌いましたが、本歌しっかり聴かないと微妙に違って歌ってたところがありました。車の中ではずーっと流しっぱなし、いい歌ですね。嬉しいです。ありがとうございます。さあ、それでは明日は、茨城県坂東市。 岩崎電気さんでキャンペーンです13時からの回と15時からの回と2公演ございます明日は久しぶりにどちらかで着物も着たいなと思っていますぜひ皆様と楽しい時間を過ごせますように素晴らしい岩崎電気さんの音響で歌えることも楽しみの一つですそれではまた明日 元気に笑顔でお会いいたしましょうおやすみなさい